ソニックアドベンチャー2バトルやっていきたいと思います。もう動画を撮り始めてすでにね3分経とうとしてます。どんだけなこれつけるたびにさディスク読み込まねえんだよな。毎回これに切れてるわ。ディスク読み込まないことに対してめっちゃ切れてる。さっさとしてほしいよな本当に。その間俺歌ってつなぐしかないんだから読み込むまで。じゃあまあダークモード編ね、ダーク編のストーリーをやっていきたいと思います。そろそろソニックこの映画、おーい確定エッグマンやないか。並ぶものなき天才科学者ドクターエッグマン様じゃ。うっせえ卵ボーロ。なんだボス戦か。カオスエメラルドと共にスペースコロニーアークでか。おいハローチャーリー、何があるのか先に確かめてくれる。ハローチャーリーっていうゲーム調べて、エッグマンにそっくりなやつ出てくるから。これがピラミッドの臨時ニュースをお伝えします。これマジだよね。連邦政府首都にある政府国営銀行が何者かに襲われ保管されていた宝石カオスエメラルドが強奪されるという事件が発生いたしました。骨格どうしたん。また目撃者の証言によると犯人は数々の事件から世界を救った英雄ソニック・ザ・ヘッジホックではないかと推察されています。犯人は軍のガードロボットを次々と破壊し現在も逃亡を続けています。これはシャドウではないか。ヒサロ行ったんかなって思われてんのかな。あでソニックが捕まる理由を作るのがここで。ガラクタどもが、もうなんだ今のピンクの光。サブリミナルにしては探検者は一人も狙った下手すぎる。え、あこれルージだ。マリア誰だ。マリア、お願いよシャドウ、私の代わりにいつか必ずマリア、あの星に住む全ての人たち。え、なんだ。アディオスシャドウ・ザ・ヘッジホック。え、マリアは宇宙の人やったよ。スペースコロニーの住人でがっつり人やったな。おるよな。あんな。あ、でもおったわ。大統領とか人だったわ。あ、ラディカルハイウェイ。敵の包囲網突破しろ。北車道編やろうよ。もうしゃかましていたく、もうフルスロットルや。うわふぅ。あ、すいません。もうフルスロットル終了です。下手かな。甘いんだよな。簡単。行くわ。おい、あれ俺がやりたかったことできなかった。おーしよし、加速したかったんです。加速できねー。乗れねえよ、うまいこと。よいしょ。なんやお前、どきな。おい、これ少しなんか意味ある。おい、にゃんができるだけね。あ、でもシャドウのよしよし聞きたい。よしよ、俺裏に何かがある。なんだこれ。あぶね、騙しか。騙し絵でしたね。怖いな。はい。なんだてめえ。おい。甘えちゃんなんですよね。おお、なんだこれ。ぐるぐる回ってると。どこかわからんが、ぐるぐる回ってる。よし、さよならだ。なんだロケット。ひょっほー。早いね、ロケット。お、サマーソルトやろ。ほら、説明くんだと思ったぜ。説明チオちゃん。アプリンちゃんあげますよ。バカにしとる。おお、なにこれ。うわ、これは盛り上がる。もう一大ムーブじゃん。はい、オッケー、行こう。はぁ、おい、残り画がすげえんだよ本当に。妙齢の香水か。はい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 、もう香水の匂いとかダメなんだよな。本当に芳香剤の匂いとかダメなんだよね、マジで。前もどっかで言ったっけ、俺車ないとダメなんだよな。お、はい、下手。もういい。なんだお前、食い改めろ。お星乗って、いやー、あ、お帰り直せる。サンキューフォックス、来
来ました。うるせえ。あ、ナイス、無視無視。いや、やっぱなんか違った楽しさがある。はぁ、ほんとさ、ローラースケートってやるとなんか滑らかな感じで動いてる。走ってるからドタバタ感じゃなくて滑らかな移動って感じがする。なか分かってくれるに、同じ操作なんやけどな、ちょっと分かってくれるしねえかな、このゲームやった人。おいしょ、楽勝なんだよね。どきな、アマちゃんが、なんだなんだ、鉄棒でくるくる回ってる時はタイミングを見て A ボタンちゃおう。は、お、なんだなんだ、ちょっと待って待って、まだまだ、なんだこれ、何が起きてる、ちょっと待って、何が起きてんだこれ、戻る、戻、なんだこれ、え、状況がわかんない。おっしよしよし、もう帰り直させて、な、何が、もうとりあえずお金ないからさ、失うものね、ねえってばよ。はーい、楽勝。どれに乗ればよかった、あった、鉄棒、あ、これ、あ、あった、はぁ、楽勝。びっくりした、やったかと思ったこいつ。え、もちろんね、もうバリバリしてる、早くね、舐めてる。はい、いやなんだそれ、そっか、お金なかった、バカか俺は。いや、早い、これ、この会いたいな、会えないな、いや、これルールやからさ、仕方ない、ローラースケート使ってても仕方ないみたいな。はい、次はちゃんとさ、あれやるわ、ちゃんとあのタイミング見て全部に当てるわ。あー、てか戦闘だけじゃねえかよ、なんでよかった。はい、オッケー、うわえ、危ない、楽勝、舐めないでいただきたい。え、何ここ、おい、この吊り橋のロープに乗って滑れちゃおう。またか、これ気持ちいいよ。うまく A ボタンを押せば、そう言って、言って、それ、そう言って、それ教えてくれんと、ほらこうなるじゃん。よしよしよし、ほら、なんか無様やん。あ、にゃにゃチャンス、あれこれ、あー、くそ、こうか、はい、よしよしよし、失態やからね、よし、うわー、びっくりした、やめろ、なんだなんだ、あー、すげえ、急に飛べる、あんなに、あんなにできるんや。でもなんか、何か終わるとかがないな。だはい、はい、楽勝、はい、いけるよ、これは、来んなよ、もう爆撃とかさ、急にロボットとか来んなよ、マジで。これね、ちょっと、よし、どっちも同じでしょ、でも言うて、ほら、なんで、なんでこんなことになるの、東北スクリューだと。おお、しゃ、避けろ避けろ、爆撃避けろ、おっ、しゃ、ゴールだ、なんす、ああ、よいしょ、よし、よしじゃねえよ、もう最後の最後やってくれたな、セガがよ。まずはこんなところか。まずはこんなところか。まあ、C やったから言えたセリフやな。よし、ちょっと、シャドウのよしよし聞いていいっすか。もうみんながもね、みんなも待ち望んでたでしょ。シャドウが、シャドウのよしよし絶対、よしよしとか言う。意外と優しい声で、言いそうじゃない？は？ふんてよ、お前。よろしくない。嫌い。シャドウ嫌い、もう。もう、シャオって。パンダのシャオロンくん。最近エクスカイザー見たからね。あ、ここに繋がるんだ。何？僕の名はシャドウっていう。まず一つ。
無限のパワーを生み出す奇跡の石。ここに着いたのか。あれはカオスエメラルド。どこにあった？このロボットの中に埋め込まれてた。なるほど、読めたぜ。俺はお前の代わりに軍から追われてるってわけだ。で、そのエメラルドどうするつもりだ。なんとか言え、この偽物野郎。カオスコントロール。パリーンって割るんかと思ったもんな。違かった。あれなんか長いぞ。なんてスピードだ。いや、スピードじゃない。カオスエメラルドを使ってワープしているのか。僕の名はシャドウだから食い気味やめろ。この城を唯一にして究極の存在。今は先を行く。あ、遊びは終わりだ。声ちっちゃすぎて届いてないんかな。シャドウだと。あ、てか全部アイテム持ってなかった今。ピラミッドナイブ、おい。いや、これルージュや。エッグ。なんて書いてんの。なんて書いてんのこれ。こちらルージュ。エッグクワーター。エッグマンの基地を発見しました。これから潜入を開始します。え？とは言ったものの、まずは扉の鍵を探してこなくちゃダメみたいな。気持ち悪い顔してるぜ。ルージュはまた、この音楽めちゃくちゃ好きじゃん、俺。ここには虫歯のロボットがいるちゃお。見つかったらレーザーでやられちゃうから。嘘。ロボットが来たら、すぐ暗いところに飛んでるちゃお。言って、暗いとこ？ちょっと知ってくれ。赤い星はトライアングル。そんなことになるとは。あ、エッグスコーピオン。よろしくない。このゲームよろしくないよ。危な。話だけでも。エッグフィッシュの間ってもう料理じゃないこれ。近かったの今。ピンっつったの。わかりませんよね。これ大丈夫なのかな。何のとかわかんねえ。あ、大丈夫みたい。あ、消えた。こっち？エッグ？なんて出たっけ？エッグフィッシュか。ここじゃねえか。だって今、あれがある。なんでここにいるんかわからんけど。完璧？おい。ここだ。ここどうやって壊すんだ。あ、これなんかあるのに。影に隠れる。影ってこういうことでいいんだな。よし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 。どうやって、あ、こう行くんだよ。あ、なるほど。レッツゴー。なんかあるんだよ、ここに。ピックネイルズ。これは地面や壁を掘ることができる。なるほど。要は、でトラ、え、なんか3つの間って言ってたよな。どれのことだ。これ、違う。あこれ、あと2つ。びっくりした。ありか、そんなの。ありなんです。こっち、ああ、これは掘れない。ポジションわからんな。ルージュの。待て。大丈夫？ちょっと、せめて外出たいんだけど。あ、よかった。次の場所教えてくれ。見る、針の上。針なのかが分からんけど。いや、残酷。OK、 楽勝。お前、これぐるぐる回って。おお、 OK。 あ、やばい。ここや、赤い炎があるところ。
炎は大体赤いだろ。ガスバーナーの話？何？空気があまり入ってないから、空気、あ、違う、空気多すぎるおかげで赤色見えてますみたいな、そういう、あれ、言葉遊びか。なんだここ、お化け出るんじゃないのここ。おい、ここはエッグスネークの魔性。じゃあ赤じゃねえかよ。反対方向だ、戻ろう。そういう意味か、赤いなんとかって理解したんで。じゃあ、あいつの後ろついていこう。よしよし、ここも赤い炎あるからな。近づいてきてるね。近いぞ、やっぱ。ちょっと待って、どういうルート行くの。いなくなった、いなくなっている。何つってたっけ、針の上っつってな。針の上、高いとこ行くか。お、虫だ。虫じゃねえ、なんで虫と間違えんの。これが針、あ、サソリの針か。え、何が起きてんのこれ。違う、上なんだよ、とりあえず。多分針の上って。え、どこだ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 。もう来たし、もうこれはもうダメ。ダメだよこれはもう完全に時間稼ぎ。ちょっと早くどっか行ってくれ、長いな。あ、どこ行った。え、おお、あった。よし、あと1個。ここはエッグスコーピオンの魔チャオ。おう、そうちゃうね。まあね、これだけ。あれ近いぞ、なんかなんか近い。ドクロヘッド、なんだそれ。ふわっとしすぎなんだよな。ドクロヘッド、なんドクロヘッドって。地雷デッキでランクマッチか。え、あ、これだ。ブル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 。お宝はなさそうね。これどこだ。ダメね、ダメね。え、どこだどこだ。え、行くわよ。な、何、どこにあるのにないのに。どこへ行った。え、上か、見えない、これですから。なんかよくわかんないとこ行っちゃった、裏世界みたいな。ちょ、ここ、ちょ頼む、バレませんよね。見えねえ、ある。え、どこ、は、マジでわかんない、ごめん、みんなごめん、俺わかんない。ドクロヘッド、近いぞここ。え、近いのに遠い。よし、もう、ないじゃない。逃げろ。ああ、確定でバレ、ダメなんだ。カメラわかんないんだよな。どういうとこで言ってんだかマジわかんねえや。なあサルコラ。あ、これ敵なん。あ、敵？あ、もうみんながコケにするじゃないか。おっとっと、
どこのこと言ってんのかわかんねえ。ダメね、え、ここにあるのに。やばい、来た、やばい、マジ見つかんね。ここじゃないのか。もうこの音楽聴けるからいいけど、俺ずっとヒントがないんだよな。いや、ヒントはある。え、ドクロヘッドって。いや、さささささえどこ、鍵ある。よし、違う違う違う、違う違う、よし、あまり嬉しくないとこね。でね、もうちょっとさ、もうちょっとさ、あ、わかった、ここじゃ、足元のやつだ。だからお前回ってんだな。違うし、でもこういうことだ。あ、ぶね、違うか。おい、違うみたい。あ、お前なんだお前。あ、いった。ちょっと待って、こいつどうやって狙えばいいんや。もう見つけた、どけ。場所分かったんだよ俺は。ドクロがあるな、どっかに。ここにドクロがある。あれ、うるるるる、なんで同じミス。あ、これこれ最後の場所違う。光る古代文字。この辺りが怪しい、ね、ここ。あった、場所違うんだ。最悪だよ、グダグダ。もう苦手だ。これじゃトレジャーハンター失格だわ。ごめんな、俺がプレイヤーなばっかりに。いや、ルージュもルージュと思うけどね。俺なんかさ、オーバーソウルするからこんなことなるんや。ほんとに。ルトセブとかをやるべきだって。ペンデュラムでさ、探してさ。行く先は何切れこれ。アークって。はや？なんて調べた？これ50年以上も昔に封印されたスペースコロニーじゃない。こんなとこ行って何するつもりなのかしら。ま、いいわ。虎穴にいらずんば孤児を得ずってね。何だその踊り。決めるな。22時40分スペースコロニーアーク内部。もう行ったんじゃねえか。どうせエッグマンだろ。ほら、ロストコロニー。コロニーの中心部を目指せ。なんか、意外と長そうだな。スペースコロニーアークか。まずはシャドウの言う中央制御室へ直行じゃ。ああ、意外と愚直に行くんだな。はい、壊そうか。よし、これさ、あいついるんでしょ。ここは50年前に閉鎖された頃に。あ、明るくなった。今は無人の守衛ロボがいるだけちゃお。え、暗くね。なんでこんな暗くなるの。明るくていいじゃない。え、ああ、うわー、下に降りるんか。初めての感覚。わ、こっちにあったような気がしたけど、ないわ。よし、
一時的に明るくなる感じだから苦手です。なんだこのスイッチ、うん、あ、これの話か、はい、なんかある。え、なになに、ここ、これどうなってんの、お、マジかマジか、うわ、はやはや、なにこれ、何が起きてんだ、はいはい、とりあえずここ行くしかないか、どっちかに乗るしかないんじゃない、あ、どっちもよかった、オッケー、で、開けると、どうせ反対がなかったんだろうけど、今そんなこと考えてる場合じゃない、ひら、な、何がどこに、お、よりにカメラが、カメラがこっち向いてくんね、ちょっとくるくる回ってるだけじゃダメちゃう、他に行けるところをよく調べる、マジ見つかるってな、これ明るいな、明るくなるけどさ、見づれんだよここ、お、いるやないか、びっくりした、何この視点なんの、なんだあれ、え、どうしたいんだ、は、え、どういうこと、ちょっと待って、暗いしか、え、暗、やばいじゃんこれ、どうしよう、あ、戻ってきた、戻ってこ来てもな、いや苦手なタイプだよこれ、もう絶対ダメなやつやんこれ、こっから登れる、なるほど、こっから行ける、なんでこれジェット、あ、ホバーだ、なるほどね、さあホバーを使って飛んでみるちゃお、はい、あれ知ってた、もしかして貴様、あ、ごめんごめん、そういうこともあるさね、ごめん、なんたくなんてことするちゃお、ごめんな、知らないちゃお、やべえ、もうなんか、千代ちゃんにバカにされて、なんかバカにされるか怒られてるような感じがして、本当に嫌になるな。え、なんだこれ。浮いてる？あ、もらうわ。もらうけど。なんだこれ。あ、なんかいるし、聞かんかった。乗る、乗るわ、とりあえず。おいおい。はい。よし。よっしゃ、とりあえず中間行かせてもらうぜ、中間エリア、うわ、ビビった、あ、怖い、怖いんだからもう、なんかある、あ、もうこれ潰されて終わりみたいな、ありそうで怖いな、え、わかる？ってことはどっかに、あ、やっぱりな、こういうことだろうと思いました、私、うわ、びっくりした、もう、よし、さっき行かせてもらうぜ、はい、ダメ、そういうの良くない、そういうの、危なお前、よし行くわ、もうマイク、そんないんの、びっくりした、めっちゃいる、よし、焦った良くないわ、めっちゃおった、大丈夫だよな、行くぞ俺、行くぞディア、最悪、距離感分からんかった、よし、なんだなんだ、今俺何食らった、最悪だよ、こんだけ調子良かったのにさ、急にダメになった、最悪ですよマジで、よし、はい、もう最悪、よし、なんでビビってんだよ、なビビることあったか、よし、はい、え、ごめん、ひどいやつちゃおうって怒られる、また何回言われる、ほら、よし、こうね、はい、オッケー、間に合わせていくわ、はっ、よし、普通に行けるやん、よし、どっから出てきたお前、
ずるいぞ。俺のは先読みができたよな。この適当な適当ランプだよ。この無双ランプや。橘エッグマンの無双ランプいるな。よし、これとりあえずこうぐるぐる回して回してひたすら勝ちにつったらこいつ。よし、これしかやることないよ。こうひたすらぐるぐる回る。よし、合ってたこれ。よし、あ、これポイント稼げるわ。これポイント稼げるわ。さすがに一回死んじゃったから。よし、まあ A はないにしろ B はあるだろ。これはいゴール。よし、信じてるぜ。俺ゴールじゃないの。なんだよ、まだあんの。長っ、ワープ来た。よし、え、タラップ、タラップ見える。あそこまでホバーで。そう、はい、ダメ。よし、ロケットがあるの見えてたんだよ。よし、え、足りない、足りない、嘘だろ、違う、え、押せてねえし、そもそもとして。あ、にゃ、にゃだけでもやらせろ、せめて。特に理由はないけど、にゃはやらせろ。うわぁ、うわぁ、もう怖いな。甘い。もう、もう、怒らせるな、俺は、あまり。あぁ、マジでさぁ。とっさの判断力ないから、俺。で、少々力を抜きすぎたかの。いや、ない、もう、元からないだろ、もう。足腰なんて。足腰ゴミくずなんやから、あんた。力なんてないよ。え？あ、チャオワールとかびっくりした。なんか、35分しか撮ってないわ、と思ったけど、35分も撮ってるわ。ここで終わります。この、AKB 立ち。よっ、よっ、よっ。羽生する。くだらねえわ。怒られるよ。怒られる。アンチにプーさんを送りつけられちゃう。はい。じゃあ、まあ、今回は、こんな感じで終わりたいと思いまーす。いや、喋りが全然追いつかんかったな。でもなんか、やっぱ、面白いな、このゲーム。ダーク編はもうちょっと、ヒーロー編のスタートよりかは、もうちょっと過去から始まってるから、なんでこういう状況になったかとかもさ、分かりやすくていいね。シャドウがさ、まあ、そもそもカウスエメラルドを使ったか、そういう理由とかね、分かったし、楽しいな、これ。で、あともうちょっとさ、番外編的な一合と思って、もうすぐ終わると思ってたけど、がっつりあるやん、これ。まだまだ楽しめそうや。じゃあ、そういうことでね、今回終わります。見てくれてありがとうございます。じゃあ、お疲れ様でした、バイバイ。